脱力をして、ピアノを弾くことをお伝えしてます伊藤よしみです。音の跳躍ということについてです。ここでまたね、皆さんね、力入れることをやっちゃうんです。よく やりがちなのが、例えば、2オクターブ、ね、2オクターブっていうのはすごい跳躍ですよね。行くの、1号で弾くとしましょう。こうやって弾かれる。これは弾いて素早くこっちに飛んで用意をして待って弾くっていうことをやってるんです。で、この空中でやってみてください。こうピッていくと力が入って止めるのが分かりますか？ここの、これぐらいの距離を行くと思って、このね、鍵盤の上とかを目安にしてここで止めるってやると、ピッてやるだけで、もう私この辺疲れてきましたが、5回ぐらいやったら、これが疲れる、素早くいくっていうことと止めるっていうことで筋肉を使うので、脱力できなくてしんどいです。で、これを無理やりにはめてはめてはめて、早く行って止まって、弾く、早く行って準備して弾くっていうことで、仕上げた曲を本番で出すと必ず音が外れるとかいうことが起こるっていうことにつながるんです。だって本番って、ね、どんなに、準備して心の、ね、準備をしても、大丈夫っていうふうにリラックスしようとしても多少固まるんです。いや、普通と違うっていうことを察知してるから、これ動物的にね、絶対起こることなんで、これをやめようなんてしてももう無理なんで、緊張するして、そして体がちょっと硬くなる、こうね、戦うか逃げるかみたいなモードに入るんですよ。交感神経がね、いっぱいになって、そうした時に、すごくこう体がね、ちょっと硬くなって動きにくくなったりとかしがちなんです。その時に止めるってやるのが、こういうふうにやると、そこまで行って止めて引くっていう、こういうことの指示がうまくいかない、筋肉がうまく働いてくれないみたいになって、届かなくってミスタッチとかね、そこまで行けなかったっていうようなことが起こって、あんなに練習したのにミスしちゃったって、まだ私にやり、足らなかったのか練習がみたいなことになったりとかしが、ね、残念だったみたいなことを思いがちなんですが、それはね、やり方が間違ったからなんですよ。あなたが練習が足らなかったんではない、やり方が違っただけっていう、ね、でこれは力が入っちゃうんです。でこうやってみてくださいわ。ね、こういうワイパーみたいな感じです。ポン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 、ね、でこれ手はね、横にこうしてないで、こうなるね。でこうやるのポトンと5の指とかこうやった方が脱力できるよっていう説明はしましたよね。そのね、ことを思い出してください。でこうやってこれを早くやる。でこの2オクターブの距離、これぐらい、はい、今5回以上さっきよりすごいスピードでやりましたけど、疲れが全然違うんです。で皆さんやってくださったらいいと思います。5回ぐらいこうするのとこうするの、ゆんでポタンで、ちょうどにつくんです。その音楽のリズム、ちょうどにパパっていきたかったらこういう感じ、タンタンだったらこういう感じ、で待っててだったら硬い音にもなっちゃうし、音楽がリズム感が悪くなるし、音楽の流れがちょっと、作為的なものになって自然な流れで弾かないので、それはちょっと気持ち的に感情がこうなんかね、高まっていくとかいろいろね、曲弾いててあると思うんですが、その表現と体がバラバラなことになっちゃうと、また、そこがストレスになって本番はうまくいかないとか、いろんなことになってしまうので、そこは合致しておいた方がいいですね。で合致、テクニックと自分の感情とか全てが合致、音楽と音楽でやるべき表現と
全部が合致しているとですね、相乗効果で気持ちが盛り上がった時にそういうのが全部演奏に現れて素晴らしいパフォーマンスが生まれるっていうことになるので、ぜひここは、始めそうで怖いんじゃないって思っても実験です、実験だと思ってやってみてください。なんか5回ぐらいやるとあれハマるじゃないっていう経験をされると思いますよ。なので、やらないで、あ、こんなのおかしいなんていう方はもったいない、ものすごくもったいないと思います。で、世間でそんな言われてないよっていうかもしれませんが、一流の先生、超一流の先生に聞いてみてください。会う機会があったらね。私は、素晴らしいピアニストからこれを言われましたし、その後そうやって、ね、留学もしましたけれども、そこでそのテクニックがおかしいって言われて、早く用意しなさいなんて一度も言われておりません、ね、このテクニックで弾いて、うまくいって、よかったっていうふうに、これ早く行って用意するっていうだけでもう、この脱力は知ってたとしてもやってたとしてもここで力が入っちゃうんですよ。なので、準備をするっていうことをやめるっていうふうに、ちょっと努力をしてみてください。ものすごく弾きやすくなりますからね、音もきれいになりますよ。どうぞお試しください。ご質問やメッセージは、下記のコメント欄に書き込んでくださいね。 IP メソッドチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録してみてください。どんどん発信していきますからね。お楽しみに。